こうやって二人でラジオができるっていうのはありがたいことですね。ファーストリコリコラジオっつって、うんうん、もう何回目ですか、18回目になりますかね。そうそうそう、もう慣れてきたもんでね。もう皆様のおかげで。そうなんですわ、まあ私もね初回は緊張してたんですけど、うん、やっぱり安西さんのおかげでね18回目となりますと、もうホームの気分でございますよ。こちらこそそんな川瀬さんのおかげでなんとかやってこれたこの18回だなと思って。それはあるからね。ありがとうございます。やっぱりなーって実はこうやって話すのは初めてですね。なかなかアフレコの話してなかった。あんまりね。というか、うん、あの同じ収録にならなくて、うん、1回あったけど、でもそれももう1回ありました。ありましたありました。私めちゃくちゃあのゲームの話して、え、あのゲームやるんですかって言ったら、すごい安西さんなんかリアクション薄くて、ちょっと待って、あの、あ、なんか私間違えちゃったんだなって思いました。え、それ本当に私でした？その時もあのね、いて滝野とかもいて、おいしおんね、やりました、やりました。え、安西さん、ちょっとこれ後で、後であれだわ、そうなんですよ、YouTube やってるんだ、見ますねって言ったら、あ、そうなんですね苦笑いされたっていう思い出があれ、私でも吹きと掛け合いした記憶がゼロなんですけど。掛け合いはしなかったんですよ、多分別々のシーンをパンパンって撮って、なぜか掛け合いのシーンは全部別撮りだったんですよ。なんでなん、なんどうなんですかね。きっと一度も掛け合いしたことがないから、私川瀬さんとはすれ違ってしかないと思ってたんですよ。合ってますね。後で話そう、これやばい、これはシオンヌも巻き込まんとあかん。そうですね、そうシオンヌって言えばあれですよ、うん、シオンヌとはうまくやれてるんですか。いや、もちろんよ、もう今日シンガポールから多分マーライオン持ってきてくれ担いでね。あ、なるほど、ございますよ、楽しみですね。え、